トレーナーの北村です。やっと晴れましたというか、まあ梅雨の中休みなんですかね。まあ Facebook の方を見てみるとね、3、4日前にうちもプールを組み立てて水を張ってみんな入ってましたけどね。ただ去年なんかは梅雨の入る前が暑くて、梅雨が明けた後ですぐ終わっちゃいましたけどね。まあ今年はそうならないように、期待をしていますけどね。まあ今日はちょっと軽い話をという思いまして、まあしつけですね。まあしつけの話もしょっちゅう来てますけどね。まあ大体、まあちょっとした間違いから、間違いというよりも、まあ人間と同じに考えて、人間と同じに暮らしてしまって犬に勘違いをさせてしまうということが、まあ犬に一番大事なのは何かと聞かれたら、やはり運動なんですよね。まあ、日頃運動してなければやはり心臓も鍛えられませんし、筋肉もつきませんしね。まあお腹も減りませんからね。ただ単に太るだけ、まあそういう形になってしまいますからね。で2番目が、しつけなんですね。まあこの部分が一番重要なんですけど、人間社会の一員として暮らすためには最低限のルールというのが、ありますのでね、ワンちゃんにもそれに従ってもらわないとなりません。で犬自身が、勝手に自分で、そういったね、人間社会のルールを覚えていったり勉強していくわけではないので、飼い主さんがしっかり教えてあげなければならないんですね。で3番目に初めて愛情というのが来るんですけどね。この順番を間違えますと、まあ、とんでもないことになってくるんですよ。まあ、例えば、まあ、1番と2番のね、順番を変えたらどうなるんだろうね。これ訓練になりません。しつけの練習にもできません。と言いますのは、体力も溢れた状態になりますので、反抗心も強くなりますのでね。やはり、まあ、練習、訓練前には、徹底的に運動をさせて疲れさせるということが重要になってくるんですね。で、まあ、3番が1番になってしまうとどうなるかというのも、皆さんどんな方でも胸に手を当てて考えてみればわかると思いますけどね。その家の中で犬が一番の存在になってしまい、飼い主がそれに合わせていくというね、まあそういう暮らしになってしまいますのでね。そうならないように、まあ、していかなければならないんですけどね。まあ最初迎えた時、ね、ひどい人になりますと、やはりまあこれしょうがない部分でもあるんですけどね、お子さんがいて、まあ飼われるという方も非常に多いですので、まあ子供たち、犬が来たらもうその時からもうおもちゃですのでね、出しても好きにわちゃわちゃ遊んで、まあひどいことはしなくても、まあ犬にとって、子犬にとってですね、やはり睡眠というのは非常に重要な仕事になってるんですね。それをさせてあげませんので、やはり神経も苛立った状態のまま育っていくという形になりますね。まあ子犬期、まあ例えば、一番迎えるのが多いのが3ヶ月頃の子を迎えることが多いと思います。そうなりますと5ヶ月ぐらいまでは、まあ大体20時間以上、22時間くらい1日のうち寝てるなんていうこともざらにありますね。まあやはりよくそこら辺を話してますと言われるのは、せっかく犬を飼ったんだから、やっぱり可愛いし、出していろいろさせたいね。まあ出したりしまったりをしてくれればいいんですけれども、もう一日中出しっぱなしなんですね。で自由にさせておいて、じゃあさあ寝るぞとかね、なったり、ある程度大きくなったり、自分の気持ちが落ち着いて、犬への執着心が、最初の時よりもちょっと薄れてきた頃に初めて、ハウスに入れるようになってね。でよく来られるのが、うちの子おしっこトイレ覚えないんです、どこでもしちゃうんですね。それは当然だっていうことですよね。どうして
ゲージに入れるかね。これは飼育をするために入れるわけではないんですね。まあ、例えば小型犬なら横幅90センチ、奥行き60センチ、高さ60センチの、ゲージをね、皆さん買われるんですけれども、まあ、やはり店屋さんによっては高いものを売りたいので、犬が中で遊べますよなんて150とかね、とんでもないひどいのになると、2台連結にしてなんてね、そういうのを売りつける方もいますけどね。まあ、そんなところに入れられた子犬かわいそうですよね。落ち着かないですから。と言いますのは、犬の好きな、環境というのがあります。3つあります。狭い、低い、暗いなんですね。まあ、狭いというのはやはり体に合った大きさの空間ということを、言っております。で、低いというのは人間の家の天井は240センチから250センチくらいありますので、犬にとっては非常に高くて、落ち着かずに、まあ恐怖心が出てきてしまうんですね。で、3番目はの暗いは、まあ、真っ暗でね、見えないってわけではなくて、薄暗い状態、人間が大好きな光光と光がついた明るいところというのはあまり好きではないんですね。まあ、成犬になってこうなればね、外に出て、こういう太陽の下でっていうのも分かりますけど、子犬の場合はまだ何も分からないですからね。乳幼児か、もしくは幼児なんですね。ですからそれを考えてあげなければ。その中でトイレというものをしっかりと覚えてできるようになるまでは、そこから出すことはできないんですね。まあ多少ね、外に出して遊んであげるのもいいでしょうね。でもそこでもしもうお漏らしをしてしまったら、それが癖になってしまいますのでね、遊ぶ時間というのも考えないとなりません。まあ大体子犬期というのは約3時間前後、まあちっちゃければちっちゃいほど短くなりますけどね、2時間なんてことになりますけど、まあ4ヶ月、5ヶ月ぐらいになれば、3時間に1回ぐらいの割合でしますのでね、おしっこをしたのを確認してから外に出して遊んであげるっていうことをね、してあげればいいんですね。で、犬の集中力というのは成犬であっても最高で15分なんですよ。ですので、まあそれも考えて子犬期であれば10分程度の遊びに、していただきたいんですね。あとは中に入って休んでもらう、でトイレもまたするってね、そういう形をとります。で、まあうちの方にも相談来られる方で多いのは、やはり夫婦共稼ぎになって留守番が多いんで大丈夫ですかっていうふうにね、言われる方が結構います。本当にそうでしょうかね。実際には、まあアンケート調査もいろんなことをした調べの結果においても、夫婦共稼ぎで家に誰もいない場合、留守番の多いところのワンちゃんの方がいい子に育つ確率が高くなります。まあ、やはりおばあちゃんがいたりとかお子さんがいて、出しっぱなしにしますと、やはりずっとね、四六時中見てることもできないし、構ってあげることもできません。そうすると犬は勝手にいろんなことをしたりね、またはどっかで、まあ、寝てはいないんですけど寝た状態になってしまうということが起きますね。まあ、ちょっと大きくなってきて、この寝てるっていうね、動作、皆さん勘違いしていることが多いんですけれども、まあ、例えば寝ててこの顔かわいいな、だから写真撮ろうってね、ちょっと動いた瞬間もう起きるとかね、当然なんですね。これ寝てないので、体だけ休めて脳は活発に動いて、警戒信号を出してますのでね、より疲れるんですね。やはり本当に寝るということは人間と同じで、ノンレム睡眠という深い眠りが必要になりますね。その時に脳内での、整理ね、覚えなきゃいけないこと、忘れなきゃいけないこと、嫌なこと、いいことね、覚えていく整理をする時間なんですけど、これはもう全体睡眠時間の1割あるかないかしか
起きないんですね。でまたこのノンレム睡眠に起きるには条件があります。やはり先ほど言った、暗い狭い低い、この3条件が揃わないと、ノンレム睡眠は起きないんですね。まあそこら辺のこともちょっと考えていただければと思いますね。そうだこうだしてるうちに、ね、家に迎えてもすぐに半年生きて誕生日が来てしまいますよね。と犬は、まだまだ脳みそは、大人になりきれてないですけど、体の方はほぼ成形に近いんですけどね。まあそうなってくるちょっと前、だいたい月齢で言いますと8ヶ月前後、まあ今ではちょっとね、早めの子も多くいまして、5、6ヶ月で出てくる子もいるんですけども、何にも分からなかった状態から自我が芽生えて自己主張をするようになってくるんですね。まあその時にやはり徐々におしっこの仕方も変わってきます。まあ勘違いしてて、女の子だからしゃがんでする、男の子だから足を上げると思われている方がまだまだ多くいます。犬には性別はないですから。性別があるのは生理が来た時の女の子、それとその時の匂いを嗅いで初めてオスになるだけで、普段は性別っていうのはないんですよね。あるのはその子の持って生まれた強さのみになります。ですのでその強さので、自己主張をしようとしておしっこの仕方が変わってきます。まあ一生涯しゃがんでするような子はやはり弱いね、劣勢と言われる子なんですけど、弱いがために、プライドもないですから、言われたことをなんだかんだ叱られたりしたらすぐに言うことを聞きます。だから飼うのには非常に飼いやすい子ですね。まあブリーダーさんもそういうのを作ろうとしてやってはいるんですけどね、全部が全部そういう子になるわけではないので。でまただんだんと強くなってきますと、それが、しゃがんだものが立ってするね、ちょっと足を浮かせる、足を、徐々に高く上げていきます。で最終的に究極に強い子、まあ群れを率いるボスになったり、そのボスをまだ下にボスを持っていくつも群れを束ねるようなボスになる子というのは全て逆立ちでします。まあ年を取ってね、うちもできなくはなりましたけども、この子とかね、もう一匹亡くなっちゃった子がいるんですけどね、まあ、完全に毎回おしっこは全て逆立ちでしたからね。まあそういうのもありますのでね、まあ、これも 100% ではないですけども、そこら辺は頭に入れといていただいた方がいいと思います。まあ、よく生検でも散歩に行って、家では、しゃがんでしてるけども外では足を上げますっていう子もいます。まあそれは、やはり外でね、下おしっこ乾いてきたりとかして匂いが薄くなってきます。そうするとその匂いが、弱い子という判断になって、あ、自分の方が強いだから上に、より高い位置にかけてやろう、ね、で自己主張をするっていう形でね、かけてくるんですね。ただ一つ、覚えておいていただきたいのが、散歩中におしっこはさせないでください。というよりもおしっこをさせてから散歩に行ってください。ほとんど散歩中にするものはおしっこではありません。マーキングとなります。匂いに反応して自分の匂いをかぶせるマーキング行為ですね。これは排尿とは違いますのでね、まあ往々にしてそれを知らずにずっとやらせてますと、今度何が起きるかと言いますと、だんだんとね、家ではできなくなってくるんですね。ですので、台風が来ようとね、どんな天気であろうと外に行かなければ排泄をしないなんていうことはね、聞くと思うんですけどね、あれは犬がそうでなくて人間が無知のためにそうさせてしまったんですね。でまた外で匂いを嗅いでするという行為を、覚えてしまいますと、それだけでも弱い子であっても家の中で
まあ、例えば、飼い主さんたちが、ね、座ったところまたはちょっと匂いをつけたような、よっかかったところ、そういうところに匂いがすればそこにマーキングをする。またひどい子になれば自分の匂いのついてるところにもマーキングをするってね、そういうことも起きてきますので、家中おしっこシートをね、相当の枚数を引かないとダメだっていう方もいらっしゃいますけどね。せっかくトイレを覚えさせて外に出しても、その散歩の時にそういうことを、知らずにやらしてしまうと後々大変なことになってしまいますのでね。それとあと、ちょっと戻ってしまうんですけれども、まあ今までもいろんな話でパテラ、膝蓋骨脱臼というのがね、何度か話をしました。やはりあの小型犬ですので、骨が細いので確かになりやすい、ね、または、しっかり締まってなくて緩く生まれてくる子も多いです。それもありますし、赤ちゃんの時はやはり完全にできてないので腱も骨もしっかりしてません。骨もね、たわむぐらいの柔らかさです。その状態でですね、ゲージに入れておいて中で出せ出せと立ち上がったりしてぴょんぴょんするなんてことがあれば、どんどんその膝は悪くなります、ね、もう外に出して、1歳を迎えて普通の生活を始まった頃には、パテラのグレード1なんてねことになりかねません。それを防ぐために、それと、やはり高い天井が苦手なので低くっていうことを考えまして、ゲージには必ず天井が必要になります。まあ、本来ゲージにはね天井を売ってるんですけれども、一緒にするとね高くなってしまってね競争力が弱くなりますので、みんな別売にしてあるんですね。ただそんなのも必要ないんですね。まあ要は同じネットのものが上についてても何も意味はないわけですよね。見えてしまいますから。確かに、それで、ジャンプね、ぴょんぴょんとか立ち上がることの防止にはなりますけれども、犬は中にいるだけでストレスを感じてしまいますのでね。まあそういうのを買われてもいいし、100均でネットを買ってきて上に組み合わせ、ね、タックピンで止めて組み合わせてもいいし、犬がとにかく立てないように上を塞いでいただいて、なおかつその上に段ボールでも潰していただいて、乗していただければ、それで目隠しにもなりますのでね。そういうことをしていただくとパテラの防止っていうのになります。で、まあ生検の話なんですけども、よく滑る床がいけない、ね、だから滑らなくっていうことを言う方がいます。半分当たってて半分は外れなんです。それも大外れなんですね。まあ人間を考えてもらえば分かるんですけども、急ストップをすることによって膝を壊しますよね。ですからサッカー選手、バレーボールの選手、バスケットの選手とかね、みんな膝をやっちゃいますね。あれは急激なるストップや方向転換ができるので、しっかりと足が止まってしまって起きる現象なんですね。ですので、ある程度の滑りがないと、犬も怪我をします。うちなどはあえて、フローリングもしくは、フロアマットみたいなね、ものを引きまして、滑るようにしてあります。まあ、走ってて止まろうとしても滑って壁にゴンとぶつかったりとかね、まあ、そういったような怪我の方がたかが知れてます。でもそこで急激ストップができたり方向転換ができたりしてしまいますと、パテラ以上の十字靭帯断裂とかね、そういうことも起きます。靭帯断裂ですね。ですので急激に止まるということは良くないんです。まあできる限り滑る床の方がいいんですけどね。ただ、一つ言えるのはゲージの中の、床、あれは金属にプラスチックかぶしてありますよ。ツルツル滑るんですね。その中で、ぴょんぴょんやってしまったら
着地とともにね、やはり、膝にダメージが来るんですね。ですからやらしたくないというところなんですね。かといってあそこを何か滑らない素材で作るなんてことをしてしまうと、トイレとの区別がつかなくなってしまうんですね。犬の肉球というのは、感覚器官でもありまして、どんなところに立ってる、どこに立ってるってことを足の裏でも感じます。ですので足の裏の毛があまりにも長い子の場合は、やはりトイレとの区別がつかなくなったりということも出てきますのでね、まあこまめに切ってあげた方がいいですね。まあ、そういったようなことをクリアしていき、まあ徐々に、犬も成長してくるんですけどね、やはり大人になってからも一日中の出し切りはやめた方がいいですね。やはり遊んであげられる、かまってあげられる時には出して、それ以外の時は、ハウスに入っててもらう、ね、でしっかりそこで寝てもらう、ね、成犬になりましても犬の場合は1日で15時間以上は寝る動物ですから、全然問題はないんですね。まあうちでも私仕事に行く時には、朝8時半にはクレートに各自全部入りましてね、まあ他の動画で寝るぞってやつあったと思うんですが、あれですね、あれはもうどんな時、ちょっと出かける時でも何でもハウスといえば全部黙って入りますからね。で入ったら音はしちゃいけないというルールになっているので、誰も騒ぐことはないですけどね。まあそういうふうにしておけば、出かけられます。それを、勘違いしてずるずるいつでも出しっぱなし、自由奔放にさせておくと、犬は必ず人間の上にいると考えてしまって、自分の要求を通そうとします。ですので、大泣きをしたりとかね、そういうので、ちょっとした買い物にも、連れて行って車の中に入れとかないとならないなんてね、相談に来られてその強制をする方もいらっしゃいます。まあとにかくね、我々のところに相談に来て、訓練に入られる方というのはもう手に負えないっていうか、もう飼い主さんが相当参ってる状態の方が多いですのでね、それをなんとか直してあげなきゃならないということでやるんですけどね。まあ大体そういう人たち来る前には必ずネットを見て、誰それの、動画でどういうふうにやってたから同じようにやってみたね、やってるけど何もダメだと、それは当然なんですね。まああれが悪いわけではないんです。ただ犬はやはり先ほどお話ししたように、弱い子もいれば中くらいの子もいれば強い子もいます。それによって全てやり方が変わってくるんですね。またやる順番も変わってきます。まあ、それが分かってないと、何をしても、何も聞いてくれなくなりますね。まあ、平たく言っちゃえば、弱い子っていうのはプライドがありません。だから言えばすぐに従います。でもある程度の強さを持ってる子たちは自分より強いものの命令しか聞きません。だから飼い主さんがその子の上の立場に上がってなければ、おめえの言うことなんか聞けねえよっていうふうに、ね、なってしまうんですね。ですからそこは、第一歩として飼い主さんが上に上がるという、ね、ことを考えてください。でまた訓練に預けてやってもらうっていうのもあります。まあ、うちらでも来ます。ただしこれは正直なことを申しまして、治ることはないですというのが、担当トレーナーには懐いて言うことを聞くようになります。でもそれではいできましたってお渡ししたら、365日飼うのは飼い主さんですから、飼い主さんができなければ元に戻っちゃうんですね。そういう子たちもいっぱい来ます。まあ月にだいたい6万から8万ぐらいのお金をかけて預かってやってもらって、まあその間は会えないんですけどね、まあ数ヶ月預けてやってもらって完璧にできました、ではい帰ってきましたね、早ければ1月以内、遅くとも2月3月で元に戻ってしまう、ね、これは当たり前なんですね。
飼い主さん自身が何もしてないですから、人任せになっててね、よくしてもらって、自分がその通り行こうって、ね、そんな虫のいいことはね、通用しません。犬も頭いいですからね。やはり、飼い主さんの苦労には必ず報いてくれます。ですので、その自分のこの強さというのを見極めて、まあそれに合ったのを出してる方もいますからね、そういうのを見るってね、それからいくつも見て、ちゃんとした言ってる方もいらっしゃいますけども、ほとんどの方は、これしかないような雰囲気でやられてますのでね、あれはちょっと信じない方がいいですね。まあやってもいいんですよ、それで聞いてくれればただでできますけどね。まあでもやはり、そんなに生半可なものよりではない生き物ですからね。まあそういったようなことが、しょっちゅう起きてます。まあこれで、どうかな。まあうちのドッグランにはね、実はあの訓練やるところで室内ってないんですよ。全部外でやりますのでね。ですので雨が降ったりとか、かなり暑い、かなり寒いとかになると、なかなか訓練ができないんですね。ですからちょっと施設とかね、いろんなのを見て、また飼い主さんが移ってもいいよという、了解があれば、またそのレッスンのね、最中のことも載せようとは思ってるんですけどね。先月1回あったんですけどね、で撮ろうと思ったんですけど、風が強くてカメラが倒れてて、映ってなかったとね、そういうこともありましたのでね、まあおいおいなんとか、行けるように、ね、やっていきたいと思います。で、まあ、あの先ほど言った強さによっての変わるっていうことだけはね、頭に入れといてください。で、自分のうちの子が何をやってもできない、何を教えてもできない、だからバカなんだとかは考えないでください。その子は強いんです。だから、自分より強い人の言うことしか聞かないので、ただそれだけのことです。分かってるんです。分かってても絶対にしない、それが犬なんですね。で、すぐにやる子、頭のいいわけではないです。よくそれで自慢してる方いますけれども、ただ単に非常に弱い子で、抗うことが一切できないので、何でもしたら、ただそれだけのことですのでね、もし言うことを聞かないで困ってらっしゃる方がいても、その子がバカだとかそういうことは考えずに、この子は強いから、自分がもう少し頑張って上の立場に立てば言うことを聞いてくれるんだなっていうふうに考えていただければ幸いと思います。じゃあ今日の話はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。